はい、今手元にあるのはですね、エアビックスのおそらく72分の1のクイックビルドシリーズのこのハリアです。まあハリアも GR なんぼとかいろいろありますけど、とにかくハリアとしか書いてないです。で、これこの前の動画でも紹介したように、接着剤もいらない、塗装もいらないですよ、ただ作るだけっていうので紹介させてもらいました。これちょっとね、興味があったので、前回も言ったようにリスナーの方からちょっと分けていただいてですね、作ることにしました。で、この後に制作動画がこのまま流れるんですけども、感想を言うとですね、ものすごくいいです。楽しめます。パーツも少なくてパチパチ組んでいきますし、これは今後飛行機模型とかまだ作ったことない人とかも、このシリーズってそんなに高くもないので集めやすいのじゃないのかなと思います。ただちょっと今国内の流通がそんなないらしいので、次ちょっと日本に入ってきた時にこの辺のシリーズをたくさんうちの店でもショップでも取り扱いたいと思いますので、その時はぜひ皆さんもちょっと購入して試してみてください。ということで、引き続き多分初めての制作動画かもしれないですね、完成までの楽しんでいただけたらと思います。はい、ということで、こちらエアフィックスのですねクイックビルドを作っていきたいと思います。これスケール何本なのかな、多分72ぐらいだとおそらく思うんですけども、この前ちょっと紹介したようにこういったね接着剤いらずで作ることのできるキットです。まあ、厳密にはプラモデルじゃないとか、まあ一応ネットには書いてますけども、そんなの小島よしおって感じですよね。分かる人いるかな、まあ、そんなの関係ねえってことですよね。はい、まあ作っていくんですけど、パーツはね、こうちょっとレゴブロックみたいなこんな感じです。ということで袋にざっくりと入ってます。チョコレートプラネットのやってるねざっくりっていうネタがねめちゃくちゃ面白いんですね。これ結構好きでね、最近。ということで、まあ早速ちょっと作っていきます。マーキングはねデカールじゃなくてこういったシールが入ってますので、ビギナーの方もねわざわざ水を用意してどうのとか必要ないと思うので、製作は容易だと思います。一応ね工具はいらないんですけど、この袋開けるのにちょっとカッターナイフだけ今回は使います。さて、ということで、これでも普段普通のキット作ってるのにこれちょっと完成させることできなかったら、ちょっとなんか恥ずかしいなと思いながらね、意外に緊張してるんですよね。パーツ番号とか何もないし、あれもすげえ面白そうだな、これ。ちょっとこの上でやろう。大体こうやってここでなくすんだよな、パーツを。まずおそらくこれでしょう。ここにこのシールを貼ります。向き合ってるのか不安になってるのか、ちょっとピンセットはさすがにちょっともしかしたら使うかな、ちょっと。やべ、ずれた難しい、いない。まあ、大体で、はい。次がこのパーツ、どれだろうか。これも慣れてきたらね、めちゃくちゃ面白そうですね。これか、違うな。これか、これだな。これは、ここね、なるほど。で、180度回転。
マダムから今度180度元に戻す。で、次に面白いな、なんかこうちょっとずつこう使うパーツをなんか減らしていきながら作るっていうのが新鮮で、どこなってるのかな、どう考えても違うか、BGM なんか聞きながらちょっと時間潰してください。これも多分合ってるとは思うんだけど、はめ方もいけないのか。1個開くのかな。綺麗に入るけど、すり合わせが必要とかじゃないもんね。違うな。まあちょっとやってみよう。ここつけて、次に多分これだね。これを。どこに行ったっけな、ここか、ここまで今行って、ここを止めて、で次にこれか、もうハリアの形になってきた、いいね。で次にこれか、おお、こういうことね。面白いな、この曲。はあ、よく考えてるな、これ。よし、次に、これか。大丈夫かな、なんか、抜かしたりしてないよな、すっげえ不安になるんですよね、これ。よし。で、持ってこれから。これいいな、このクイックビルドシリーズ。これうちのちょっとショップでも取り扱おう。初めてね、模型を楽しむ人とかにはすごいか、わ、かっこいい普通にかっこいい。次いよいよ主翼ね。主翼、主翼に関してはこうやって組んじゃダメですよって書いてあるけど、ちょっとこの意味が俺には理解できないので、まあ、このまま行こう。で、次に突然増装タンク。はい、このパチッっていうこの音がいい。説明書も結構親切でいいですね、これは。これは入れ
こういうふうにスライドするってことかな。なるほど。ああ。ちょっとこれ子供がするとちょっと硬いかもしれないですけどね。でもコツさえつかめたら。これだけでもかっこいいな。やっちまった。増装タンク左右逆だった。いかんね。やっぱ説明書ちゃんと見てやらないといけない。こういうのは。大体この後一回ハマったら取れねえんだよな。あ、取れた。だから硬かったのか、もしかしたら。よいしょ。このね、フィンが外向きに来るようにつけないといけないんですよ。これが。説明書見てるとね、これ。子供にもすごいおすすめですね。よいしょ。いいね、かっこいい。で、ここの上に今度は塩粉のパーツが来るわけだ。これすごいな、でもこの再現力っていうかね、この組み立てやすさというか、この感じで、ちょいちょいね、なかなかはまんないところがあるんですよ、感触して。もうそれは仕方ないです。組み方が悪いのかもしれないですね。スナップ系なんでね、若干こう浮いたりとかこううまくはまんないっていうのは絶対出てくると思うんで、そこはもう仕方ないです。プラモデルと違ってね、そこはあんまり完璧に求めてもいけないのかなと思います。で、次裏のページで、これをここにつけます。おお、かっこいい。めっちゃいいやん。完成。めっちゃかっこいい。すげえかっこいい。めっちゃいい。めちゃくちゃいいな、これ。大きいであとデカルハでしょ。一番結構この辺がなんか結構難しかったりする。ってことでシールも貼りました。完成です。これいいね。これかっこいいっすよ。な、全部でなんか28ピースか何かって書いてたかな、確か。28ピースって書いてるんですよ。それでね、こんだけのものができるんでね、これ結構おすすめですね。これお子さんと一緒に作ったりとかしても全然いいと思います。で、模型は好きだけどね、やっぱりこう自分で接着剤使ってどうのとかいう人も、これだったら全然接着剤も使わないんで、ニッパーもデザインナイフも何も使わないんで、あ、袋開けるときに使ったな。そのぐらいです。俺マジおすすめです。